パク・ポヨンは大韓民国の女優、タレント、中西北道卒母軍出身、BH エンターテインメント所属、パク・ポヨンとも表記される。1990年2月12日に大韓民国中西北道卒母軍で三姉妹の次女として生まれる。2006年にドラマ、秘密の皇帝でデビュー。当時新人俳優だったイミンホと共演した。2008年の映画、 加速スキャンダルで主演を務め、830万人を動員する大ヒットとなった。また本作で数々の賞を総なめし、人気女優に登り詰めた。韓国からは国民の妹という愛称がつけられた。2012年の主演映画、私の狼少年も観客動員数665万人を突破。2014年にイ・ジョンソクとの共演作。 僕らの青春白書に出演し、やんちゃな高校生役を演じた。2015年、京場学校消えた少女たちで主演を務めた。また同年、TVN のテレビドラマ、ああ、私の幽霊様で7年ぶりのドラマ出演と、ドラマ初主演を果たした。1話あたり3000万ウォンのボヨンの給料は、ケーブルチャンネル TVN に出演する最高の、給料の女優となった。 この作品はヒットし第4回 APAN スターアワードで最優秀女優賞を受賞した。また、韓国のマスコミからロマンチックコメディの女王と呼ばれた。2017年に JTBC のテレビドラマ力の強い女とボンスンで超人的な力を持った主人公とボンスン役を演じた。この作品は,はケーブルテレビの歴史の中で 当時最も視聴率の高い韓国ドラマとなった。その人気により、2017年2月と3月に、韓国のテレビ俳優の中でボイオンの、韓国評判センターの最高のブランド価値と最高の消費者参加率を獲得した。また、第12回ソウル国際ドラマアワードで、韓流ドラマ女性演技者賞を受賞し、第1回ソウルアワードでは、 最優秀女優賞するなど優秀な成績を収めた。2018年には映画、君の結婚式で、再びスクリーンに戻ってきた。この映画は来場者数が200万人を超え、好評を博した。2019年5月に TVN のテレビドラマ、アビスに出演した。神秘的なオーブによって復活した後、素朴な女の子に変身する、美しい検察官を演じた。 同年11月、腕の負傷のため活動休止を発表。2020年2月、ヒーデススプシャムから BH エンターテインメントに事務所移籍した。2021年に TVN のテレビドラマ、ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきたで、活動復帰した。この作品では、ソイングクと共に主演を務め、放送前から話題があった。 また、同年4月26日に、個人のインスタグラムのアカウントを開設し、初の投稿では投稿してから17時間以内に16万5000件のいいねが集まった。ABCD、パクボヨのプロフィール、画像、最新ニュース韓国俳優、女優、ワウコリア、AISE 株式会社、2017年7月30日閲覧。ABC、活動休止中、 パクボヨン、BH エンターテインメントと専属契約、イビオンホーン&、ハン・ヒョジュラと同じ所属に。クスタイル、https コロンスラッシュスラッシュニュース .kstyle.com スラッシュアーティクル .ksn、SN? アーティコルのイコール213万65942020年2月12日閲覧。映画、視線1318試写会現場。 パクポヨンは知的な俳優になるだろう。innolife.net キャンバイスワールド CO リミテッド二千十七年七月三十日閲覧。私の狼少年韓国ロマンス映画史上初の観客数七百万人を突破。スタイル https コロンスラッシュスラッシュニュース .kstyle.com e スラッシュアーティクル .ksn アーティクルナ、no. ンバーワン9586532012年12月17日、閲覧。パクボヨン自ら活動休止を発表、腕を負傷、本当に悲しい。クスタイル、https news ラッシュスラッシュニュ s t <xt> y l e c o m スラッシュアーティ .ksn、アーティクルのイコール三万百二十九二千十九年十一月十三日。 閲覧。未確認動画、パクボヨン見習いたい、ホラークイーンは、イムス・ジョンさん。クスタイル、2021年6月21日閲覧。パクボヨンが入浴ーーシーンを公開、肌の露出に、びっくり。クスタイル、2021年6月21日閲覧。ソンジアンドパクボヨン主演、私の狼少年予告編、見れば見るほどドキドキする。 クスタイル、2021年6月21日閲覧私の狼少年の、尊順義、野生ある魅力、強い存在感。クスタイル、2021年6月21日閲覧喧嘩の強いパクボヨンから、プレイボーイジョンソクまで、僕らの青春白書韓国で1月公開。クスタイル、2021年6月21日閲覧形状学校、 パクボヨンオムジオン、ホラークイーンに挑戦、共演に高まる期待。クスタイル、2021年6月21日閲覧。イグアンス主演、フィッシュマンの涙10月22日公開を確定、好奇心をくすぐる、ポスター2枚を公開。クスタイル、2021年6月21日閲覧。ドエス上司の下で奮闘する女子描く、韓国コメディー、恋するインターン公開。 映画ナタリー。http コロンスラッシュスラッシュナタリー .mu スラッシュ映画スラッシュニューススラッシュ1984612016年8月17日閲覧。パクボヨン、映画あなたの結婚式スチールカット公開制服姿から社会人になった姿もクスタイル2021年6月21日閲覧。イビョンホンパクソジュンパクボヨン出演。 映画、コンクリートユートピア本日より、撮影開始。クスタイル、2021年4月20日閲覧。パクボヨンチョ・ジョンソク主演、ああ、私の幽霊様ポスター公開。想像力を刺激。クスタイル、2021年6月21日閲覧。パクボヨン主演ドラマ、力の強い女とボンスン二つの予告映像を、公開。すさまじい怪力で視線を圧倒。 クスタイル、2021年6月21日閲覧。パクボヨンアン・ヒョソプ出演ドラマ、アビスメインポスターを公開、対照的な二人の表情に注目。クスタイル、2021年6月21日閲覧。ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきたパクボヨン、愛らしい撮影スチールを初公開。クスタイル、2021年6月21日閲覧。 パクボヨン、憧れのウォンビン様に会って後悔した理由。クスタイル、2021年6月21日閲覧。パクボヨン、チュウォンは、冷たそうに見えるけど可愛い。クスタイル、2021年6月21日閲覧。パクボヨン、ソンジュンギの理想のタイプを暴露、新美なのことが大好き。クスタイル、2021年6月21日閲覧。パクボヨン、 恋の病中、ソンジュンギの優しさに惚れた。クスタイル、2021年6月21日閲覧。孫辞表パクボヨン、10センチの身長差でも、パクボヨンが女神に。クスタイル、2021年6月21日閲覧。パクボヨン、愛嬌がなくて、悩み、おっぱと呼べない。クスタイル、2021年6月21日閲覧。パクボヨン、 最後の恋愛。そんなに昔の話ではない。クスタイル。2021年6月21日閲覧。ジャングルの法則パクボヨン、予告編で見せた涙。一体何がクスタイル。2021年6月21日閲覧。パクボヨン、化粧前後の写真公開。赤ちゃん肌。クスタイル。2021年6月21日閲覧。 僕らの青春白書イ・ジョンソクパクボヨンイ・セヨンソ揃ってランニングマン出演。クスタイル2021年6月21日閲覧。パクボヨンイ・ジョンソクイ・セヨン。ランニングマンに出演。危険なノーソンロマンス。クスタイル2021年6月21日閲覧。パクボヨンよ、ジングへの交換を告白。共演してみたい。好きです。 クスタイル2021年6月21日閲覧。一泊二日、パクボヨンムングニョンなど女性ゲストの登場にメンバーたち、韓国。クスタイル2021年6月21日閲覧。すっぴんを一斉公開。人気アイドルから女優まで5人がテレビで驚きの素顔を披露。クスタイル2021年6月21日閲覧。パクボヨン。 ソンジュンギイミンホ、移民ョンソク、チュボン、私には特別なお兄さんたち。クスタイル、2021年6月21日閲覧。パクボヨン、引っ越したばかりの家を公開、台本からアルバムまで。クスタイル、2021年6月21日閲覧。パクボヨン、好きなものは死、嫌いなものは、ベッドシーン。クスタイル、2021年6月21日閲覧。 パクボヨン、自分の外見について、田舎っぽい、反映する姉さんみたいな顔が好き。クスタイル、2021年6月21日閲覧。パクボヨン、ソンジュンギに、ごめんね、その理由はクスタイル、2021年6月21日閲覧。ウィーキッド、パクボヨン、子供たちからの人気1位、ゆ、4足は再位。 クスタイル、2021年6月21日閲覧。パクボヨン、結婚に対して言及、今は彼氏がいない。35歳で結婚するとしたら。クスタイル、2021年6月21日閲覧。パクボヨン、相手役のキムヨングアンに思わず、ときめいた原因は、慎重さ私を守ってくれそうで。クスタイル、2021年6月21日閲覧。 パクボヨン、よ、ジングと恋愛演技をしてみたい。クスタイル、2021年6月21日閲覧。パクボヨン、私の狼少年の成功は、ソンジュンギのおかげ。クスタイル、2021年6月21日閲覧。パクボヨン&、チョジョンソクラ、カルツショースペシャル DJ として参加、チョンチャヌの空席を埋める。 クスタイル、2021年6月21日閲覧。パクボヨン、スピード新曲のフィーチャリングに、メガボルト出演まで、積極的に支援。クスタイル、2021年6月21日閲覧。パクボヨン、神秘的なグラビアで新たな一面を披露。クスタイル、2021年6月21日閲覧。パクボヨン、国民の妹は、どこへ セクシーメイクで、しっとりとした女神に変身。クスタイル。2021年6月21日閲覧。パクボヨン。多様な役どころに挑戦したい。まだ20代だから。クスタイル。2021年6月21日閲覧。パクボヨン。穴水香水のミューズに、花のような美貌。クスタイル。2021年6月21日閲覧。パクボヨンチョンジェヨン。 真逆の魅力を収めたスタイリッシュなグラビアを公開。クスタイル、2021年6月21日閲覧。ゼ、エイヒョンシクパクボヨン、ラブラブモード全開のカップルグラビア公開。クスタイル、2021年6月21日閲覧。ハジョンウパクボヨン、第4回ピアソン映像フェスティバルで、最高俳優賞を受賞。 クスタイル、2021年6月21日閲覧パクボヨン、歴代最年少の、ジュエリーレディ受賞。クスタイル、2021年6月21日閲覧ホト、イ・ジョンヒョン、ハンヒョジュ、AOA ソリオン、シスター・ダ・ソム、第36回清流映画賞に、多くの女優たちが登場。クスタイル、2021年6月21日閲覧ホト、 キムスヒョンから、キムヒソンまで、APAN スターアワーズレッドカーペットに、スターたちが登場。クスタイル、2021年6月21日閲覧。ホト、パク・ボヨン&、イムス・ヒャン&、コン・スン・ヨンら、ソウルドラマアワード2017受賞式に出席。クスタイル、2021年6月21日閲覧。イムシワン VS、パク・ヒョン・シク、少女時代、ユナ VS、 パクボヨンら、第1回ザ・ソル・アワーズ人気投票が開始。クスタイル、2021年6月21日閲覧。第1回ザ・ソル・アワーズソンガンホ、ナ、ムニ、チソン、パクボヨンが、主演賞、大賞は、金子ふみこと僕列、秘密の森。クスタイル、2021年6月21日閲覧。パクボゴムパクボヨンら、文化体育観光部長官表彰を受賞。 光栄です。クスタイル、2021年6月21日閲覧ホト、チョインソーンチュジフンソンスンホンラ、第23回消費者の非受賞式に出席。クスタイル、2021年6月21日閲覧ホト、パクボヨン、ソウルドラマアワード2017レッドカーペットに登場。クスタイル、2021年6月21日閲覧ホト、 キムソヒョナンド、ハンジミンラ、第39回清流映画賞、レッドカーペットに登場。クスタイル、2021年6月21日閲覧。ありがとうございます。